ストーリーを選んでくれるかしら。行くぞ鬼退治。あ、ちょうどいいところに。今から鬼退治に行くんだけど、あなたも一緒に行く？え？違うよ、本当に鬼が出たわけじゃなくて、町内会で桃太郎の劇をやるんだ。ほのかが桃太郎でしょ、海ちゃんが犬で、小鳥ちゃんがキジで、ニコちゃんが猿ね。お供が可愛いスクールアイドルだなんてラッキーだよね。あなたも私についてきてくれるなら、いいものをあげるよ。じゃーん、きびだんご、あなたにも一つあげましょう。口を開けてね。どう、おいしい？見てるだけで幸せになれるから、おいしそうに食べる人って大好きだな。ほのかもお隣で食べていい？鬼退治って幸せでおいしいね。小さい頃は賢い、かわいい。